さあ続いて大木さん、テーマの発表お願いします。はい。相変わらず緩いんですけど、交際中の異性の男女が最高と、しかし肉食系男子は健在という。健在、本当？はい、これね、僕調べてきたんですよ。ちょっとじゃあ宮下さんお願いします。はい、調査研究組織のブライダル総研が発表した婚活実態調査に関する分析によると、婚活サービスを通じて恋人ができる人は比較的諦めない姿勢があり、行動力と計画性があるタイプであることが分かりました。うん、調べてきた。そう、さっきなんか赤ちゃんパンダがお披露目みたいな話、はい、パンダも子供でんだからみんな頑張れよっていう。ことなんですけど、いやいやパンダと一緒にしちゃダメでしょ。そうですね。うん、この間国立社会保障が出して、これ結構有名なニュースなんですけど、はい、こちらですね。2015年で、彼氏彼女がいないのがかなり増えちゃって、男性だと35歳以下の読者だと7割近く、うん、で女性だと6割が交際相手がいませんよっていうのがちょっと出ちゃったんですね。先日ニュースでもお伝えしました。そうですよね。で、ちょっと加えてなんですけど、性経験のない男女が4割を超える、昭和の時代はですね、エッチイコール結婚みたいなイメージがあったので結構数値高かったんですけど、最近また上がってきちゃって、うん、女性が44.2% って、うん、なんか信じられないような数字が出ちゃってるんです。バランスによると思いますけどね。すごい伸びてますよ。はいはい、じゃあ本当に皆さん草食系になったのかなっていうのをちょっと僕調べてきたんですよ。確かに。この間ですね。一概には言えないからね。そう。エグゼクティブ婚活パーティーっていうのに参加してきまして、何ですかそれ。男性の年収が700万以上らしくて、女性が20代だけは参加できるっていうパーティーしてたんですよ。700万稼げばエグゼクティブになれる。そう、なんで700万エグゼクティブラインっていうのは分からなかったんですけど、すごいですそのパーティー。女性20代の人がほとんどだったんですけど。始まりますよって言った瞬間にですね、僕のクルーザーで海へ行こうっていう方がいらっしゃるんですよ。実際に。すごいバブルの頃の女性を3人とか4人を相手にですよ、1人で女性囲い込んで捕まえに行くんですよ。そういう男性がたくましいね。ただいくつぐらいのことですか。その人でも全員が40代より下じゃないと参加できないとこだったから30代なんです。自称？いや、免許証とか見せるから。なるほど。じゃあ厳密に30代で成功している方々どうかわかんないですけどね。ただね、そこに草食系を混じったんですよ。もう取り合いなんで、草食系は全敗して端っこの方で一人で飯食ってるっていう姿を見てきて、そうだからもう分かったのは、これみんな勝負いかないとどんどん婚活パーティーとか合コンでもいいけど、どんどん参加してトレーニングしていかないと、これクルーザーに乗っけるようなおじさんたちに負けちゃうよっていうことを。そうだから若いね、その女性たちがやはりこう上の世代のある程度経済的に余裕があってバイタリティがあるっていう方々に全部持ってかれちゃう。ちょっといいですか。はい、どうぞ。そんなクルーザー自慢して寄ってくる女なんて。寄ってる女をその男たちが多分どうでもいいと思ってて、もう諦めっていうのはこの子たち無理だなではなくて、いらねえと思って食べてると思ってるんですよ。私草食系信じてなくて、私も肉食が多いと思ってるんですよ。私それで書いたことあります、このやつでコラム。おっしゃる通りなんですよ。だからいらないんだよこんな女。不倫とかが増えちゃってて、人にはそれぞれの幸福の追求が。いい女結婚してる、ちゃんといい男も。いい男いい女。僕何が言いたいかというと、こういう。肉食系で遊んでる男性が健全な婚活市場に今参入しちゃってるんですよ。だからやっぱりきちんと草食系の男子もこういった人たちに負けないように女性と話をできるっていうトレーニングをしていかないと、多分この性経験ない男女のとか率は多分改善してこないのかなって。なんかでも大木さんのお話伺って思ったのは、そういった強いクルーザー持ってるような人が婚活のパーティー、多分結婚目当てじゃなくて遊ぶためにそういうところに来ている可能性があるってことですよね。これ3、4年前までこんなのなかったんですよ。僕ずっとマチコン仕掛けてたんですけど、本当草食系男女の集まりだったんですね。それが出会いの場を絶好の狩り場になってる。ちょっと最近ネタに困ったんで、そのパーティー初めて行ったんですね。そしたら想像以上に肉食系が参入してましたよっていうことを今日テレビでお伝えしました。そうね、ありがとうございます。さあ、本日のオピニオンクロスは以上とさせていただきます。私ちょっと謝りたいんですけど、いい女は結婚できるとか言ってしまいましたが、皆さん多分結婚に慎重になってよく考えるようになったんだと思います。その結果だと思います。すいませんでした。先に謝るパターンですね。大木さんもありがとうございました。私たちもしっかり反省して、また明日から頑張っていきたいと思います。それでは今日もいってらっしゃい。